さあ、いよいよ最後の会場となっておしまいました。はい、ということで大変お待たせいたしました。最後、赤金リゾート京都東山さんということなんですけども、どういった会場さんですかね。赤金さんは京都の会場になるので、京都らしいっていうのもそうですし、ここのグループも本当に料理力を入れていらっしゃって、お料理は、和のテイストが入ったフレンチですね。ちょっと今までご紹介してきたテイストともガラッと変わるかなと思いますので、ちょっとお話を聞いてみましょう。楽しみです。はい、それではご登場していただきましょう。赤金リゾート京都東山さん、お願いいたします。こんばんは。こんばんは、聞こえますでしょうか。こんばんは、カジさん、すいません、お待たせしました。お腹が空いて仕方ないです。ですよね、この時間ですもんね。ばっかりで、はい、ありがとうございます。京都ですね、口コミランキングなんと5年連続1位の、東山に佇む赤金リゾートから、本日お届けさせていただきます。ちょっとね、今までの会場様とは違って京都らしさを出していこうと思いまして、京都らしい丸々もうすごいですね。設計しております。ここは赤金リゾートの親族控室になるお部屋になっていて、はい、ご親族の方ここで結婚式当日待っていただけるような、そんな素敵な場所になっております。で、まあ、赤金リゾートすっごい親族控室そうなんですよ。もう本当にこんなところで待ってていいのって皆さんやっぱりおっしゃってくださいます。で、本当にここに楽しむシェフの奏でる一品を今日ご紹介いたしますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、では、最初にですね、赤金リゾートのご紹介から簡単にさせていただきます。はい、今画面見えてますかね。はい、ありがとうございます。赤金リゾートですが、大正14年、築95年になります。京都の邸宅をリノベーションした建物になっておりまして、東山の五重の塔からなんと徒歩15秒で到着するの、そうです到着するような、そんな本当にこう観光地のど真ん中に位置するような、結婚式場になっております。この京都らしさ感じる街並みと、今画像で出ているのが門構えなんですけれども、もうこのね、門構え見ていただくだけで、こう招待状を持ったゲストの方が、あ、このところで結婚式するんだってすごいね、期待値が高まる瞬間でもあったりします。で、中に入っていただきますと、700坪の、はい、広大なお庭がございまして、もう本当にこう観光地では思えないようなこう静けさで、結婚式自体も組数をかなり限定して受けたまわっておりますので、東山の隠れ家ウェディングとして赤金リゾート皆様に楽しんでいただいておりますね。まあ、チャペルも本当にこう独立のチャペルで、祭壇奥一面に緑が広がるような場所でございますし、パーティー会場に関しましてもレストランになっていて、やっぱりこう残り続ける建物だからこそ、こう戻ってこれる、こうレストランにも戻ってこれる、そんな場所で結婚式を挙げられるっていうところも魅力の一つでございます。で、最初にもお伝えいたしましたが、5年連続口コミ1位ということで、そのお料理のこだわりポイントですね、3つございますので、今日はご紹介させていただきたいと思っております。で、まず1つ目ですが、プライベートキッチンかつ、まあ、こだわり抜いた調理法ということで、赤金リゾート、組数ももちろん限定しているんですが、それぞれの会場にプライベートキッチンを設けておりまして、まあ、プライベートキッチンだからこそできる、こう直前にコーヒーを入れたりだとか、結婚式の進行を確認しながら一番いい状態でゲストの方にお届けする、もうお皿から熱々のお料理をお届けるっていうところをすごく大事にしております。では今日ですね、早速シェフに出てきていただきたいなと思うんですけど、なんとテレビ番組のゴチにも出演したことがあるシェフになって、斉藤シェフお願いいたします。はい失礼いたします、斉藤です、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいします。今日は何のお料理を作ってくださるんですか。はい、今日はですね、京都といえば
天鯛の鱗焼き、まあ、天鯛は愚子とも言いまして、あの非常に高級なお魚で料亭なんかでもよくお出しされるお料理なんですけれども、東海上でも一番人気のお魚料理になっておりますので、あのそちらをちょっと出来たてで作りたいなと思っております。はい、では今からちょっとシェフに仕上げてもらいますので、ぜひ皆さんご覧ください。はい、お願いします。ちょっと見やすいようにアップにしますね、お料理を。あ、ありがとうございます。すごい、後ろは中庭みたいになってるんですか、その窓の外は。そうですね、こう庭園になっております。はい、では参ります。あ、早いじゃあちょっと今から熱々にスープを注ぐんですけれども、ソースはですね、京都らしくちょっとお味噌を使ったソースになってございまして、フレンチの白ワインのソースに西京味噌を少し入れたソースになっております。まあ、もう香りがすごいです。もうお腹空きます。ありがとうございます。こんな形で、お料理を仕上げていただきまして、ちょっとこの天鯛の鱗焼きですね、はい、ちょっと調理法なんかも教えていただけますか。そうですね、天鯛はですね、鱗ごと焼き上げているんですけれども、その前にですね、すごいこう天鯛って身の柔らかなお魚ですので、軽く事前にお塩を振って身をこう引き締めて、あの旨味を引き出してから調理をします。で、鱗の面からですね、あの強火で香ばしくきつね色になるまでですね、焼き上げることによって鱗はこうサクサクで、で身の方はあのふわっと仕上がるように、鱗の面からだけ8割ほど火を通します。で、あとは余熱で火を通しますので、あとあのプライベートキッチンならではということで、あのその料理を仕上げる瞬間も提供時間に合わせて行いますから、お客様のこうテーブルの上に出た瞬間にこう立ち上る香ばしい香りであったりとか、お料理の温度ですね、あのそこも十分に楽しんでいただける、まあ、お魚料理になっているかなと思います。ありがとうございます、はい、ということで、それでは実際に私が皆様を代表しましてしたいなと思っております。お腹空いてる言ってましたよね、はい、もうこの、ね、時間が今日一番楽しいでしょうね。はい、このサクって音聞こえますかね。もう鱗が本当にサクサクで、あー美味しそう。ではいただきます。あうーん、うん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 、何言ってるんだ。美味しいがすごい伝わってきます。この鱗のサクサクっていう食感と、この身のふわっとしたこの食感のコントラストが最高です。すごい、もうさっきのシェフの調理法を伺ってるだけで、その食感想像してすごいよだれが出そうになってます。五感っていうところをあの体感していただくのにもぴったりのお魚料理かなと思いますね、はい、いやー嬉しいですよね、シェフ。そうですね、あのお野菜も、まあ、主食材もそうですけど、季節によって変わるんですけれども、例えばあの今の秋、これからの冬のシーズンであれば、あの京野菜もたっぷり出てきますので、あのそういった京都らしさをあの出したいというお客様だったら京野菜を添えてもいいかもしれないですね。よくそういうオーダーも受けたまります、はい、いやー、もう羨ましくってしょうがないです。すごい、私もあの数年前、3年とか4年ぐらい前ですけど、赤金リゾートさん の, あの系列 の, あの京都の会場を出席させていただいて、めちゃくちゃ本当美味しかったんですよね。今でもなんかもう結婚式 の, その幸せな気持ちと、その料理の美味しいのハッピー感がすごい自分の中でいつでも蘇ってくるような感じがし、今見てたらすごいまた思い出しちゃいました。いやいいですね。美味しいですか。はい、もう本当に美味しいです。もうあの今日本当にこれを楽しみにしましたので
で全部ペロッと風の方でいただきたいなというふうに思っております。はい、で赤金リゾートですね、まあ、2つ目のポイントを共有させていただきたいなと思うんですけれども、まあ、先ほどもねおっしゃっていただきましたが、まあ、美味しいのはもちろんのことやっぱ記憶に残るお料理っていうのをすごく大事にしております。でその魅力の一つとしてシェフがオリジナルのお料理提案を行ってくれるんですよね。そうですね、赤金リゾートでは、まあ、お料理の口コミ1位っていうのはもちろんあるんですけれども、そのお客様のやっぱり期待を超えた感動、やっぱりこう結婚式って、まあ、一生に一回だからこそやっぱり与えられるようなそういうお料理を目指しておりまして、その中で、まあ、試食会、まあ、ご制約済みのお客様で当日のお料理を、まあ、決定される試食会なんかの時にもですね、そのプランナーと打ち合わせをしたテーマに基づいたお料理を提案させていただいたりよくします。はい、で今日はですねその中でも2つほど実例をちょっと交えながらお伝えできればなと思っております。でまず1つ目なんですけれども、こちらですねご縁というテーマ、まあ、つながりであったりとかこうそのテーマを持たれたお客様にスープ料理ですね、最初はちょっとイラストの赤い紐でこう結んである耐熱のフィルムに包んだスープをこう結んでですね、こうご縁というか縁を表現したスープ料理と、でお魚料理は今日と同じ甘鯛なんですけれども、縁ということで全てこう丸い形に付け合わせやソースっていったものを構築しましてデザインを決めたもの、こういったこういうふうにですね、お客様のオーダーごとに盛り付けですとかプレゼンテーションを変えたりもしています。でもう一つよく多いのはやはり京都っていろんなこう出身地の新郎新婦様も多いですので、ご出身地の食材×京都のような形でですね、地元食材を使いたいというオーダーもよく受けたまります。で一例なんですけど、北海道ご出身のお客様に一番右のイラストになるんですけれども、最初の、オードブルの前のアミューズとしてですね、小前菜として北海道の形に一つ一つムースをこう抜くというですねめちゃくちゃ時間かかったんですけれども、その上に北海道産の毛ガニや魚介を添えてですね、乾杯したともに水の香りを添えてお出しさせていただきました。こちらはすべてコースが北海道と京都モチーフにしたもので構築されているコースの一皿目になってます。はい、本当にこうねゲストの方一組一組のやはりストーリーがありますし、まあ、出身地もそうですし、なんかお二人の思い出のものだったりとか、まあ、テーマに基づいたお料理っていうところで、まあ、世界に一つだけのこうコース料理っていうところをシェフと一緒に、まあ、作ってくださるっていうところも赤金リゾートの魅力かなというふうに思います。でまあ、最後のポイントなんですけれども、今日実は一番お伝えしたかったことが、まあ、赤金リゾートの一番の強みってスタッフになるんです。で、まあ、シェフの思いとその思いを届けるスタッフ、これが赤金リゾートの何よりの強みとなっています。まあね、こう今日たくさんのこうお料理自慢の式場さんが紹介されていて、もうどの式場さんもすごく本当に美味しそうだなというふうに思いましたし、絶対美味しいと思います。で赤金リゾートもね美味しいんですけれども、まあ、その期待を超えるお料理っていうので、やっぱりこう食材や調理法以上に、まあ、思いなんですよね。じゃあそこのシェフの思いっていうところも教えてください。そうですね、最初にもお伝えさせていただきましたが、やっぱりその来ていただけるお客様の期待を超えたところに感動があると思うので、やっぱりそのゲストの方皆様に記憶に残るようなお料理を、まあ、提供したいと考えてます。でその中でお料理のところでは、まあ、2ヶ月以上前からですね、実は打ち合わせが始まっておりまして、まあ、先ほどお話しさせていただいたような試食会においては全く違うコースを、まあ、うちの場合フリーフィックスと、あとはオリジナルでコースを作ることもあるので、まあ、いろんなこう料理を食べ比べをしてもらいながらですね、ご両親と来られる方もいらっしゃいますし、当日のゲストの方と同じシチュエーションで同じ
時間をこう過ごしていただいた上で、いろんなこうオーダーを聞きながらですね、あのお料理を作っていきます。で、その中で、あの一番僕が、というかまあみんながですね、大切にしているのが、究極に個別化をしたおもてなしというところです。で、よくありがちなのが結婚式の料理って、例えば60名のご結婚式であれば、60名分の料理が出てくるっていうイメージを皆さんは最初はお持ちかもしれないんですけれども、あの、私たちは、例えばですけど、苦手なもの、アレルギーはもちろんのことですね。あの、この方は、ちょっとこう薄味でしてほしいなとか、あの、お肉は焼き目が好きなんだけどなとか、あの、お箸で食べれるようにしたいなとか、やっぱりゲストの方によっていろんなご要望がありますので、あの、それをですね、事前にお配り、席次表と一緒に、あの、出席のご案内と一緒にですね、お配りさせていただいた表の中に記載していただいたものをもとにですね、お一人お一人に合わせて、すべて変えます。なので、あの、1名分、その方に届けるお料理を60名分作る。まあ、究極だから、60名分の料理で5皿のコースであれば300通りあるわけですよね。まあ、それをやるっていうところを、あの、最高に、あの、おもてなしとして考えてやっております。あとは、まあ、プランナーやサービススタッフとも、まあ、密に料理提供、あの当日までにですね、何回もこう打ち合わせを重ねます。ですので、で、重ねて、例えばブラッシュアップをしていって、で、当日に最高のパフォーマンスでお出しするような形で仕上げています。であとは、あの、プライベートキッチンがね、ありますから、あの、ベストのタイミングで熱々の料理を体感していただけるようなオペレーションをとっております。はい。はい、ということで赤金リゾートの魅力をたくさんお伝えさせていただいたんですけれども、まあ、私たちはいつも式場のご見学だったりだとか、あとは記念日にあのレストランでお越しいただいたお客様にあのサプライズのプレートを実はお出ししておりまして、今日ご準備をさせていただきました。こちらになります。どっちかな。はい、あー、すごい。すごい。これ書いてあるんですね。書かせていただきました。ちょっと反転してるかもしれない。もしかすると。あ、綺麗に出てます。大丈夫です。です。ありがとうございます。時花入れていただいて。はい。すごい。え、すごいですね。ありがとうございます。もうあの喜ぶ顔が見たくて私たちはいつも内蔵させていただいているんですけれども、頑張って帰った甲斐があります、ね、はい、本当に、はい、シェフが今日帰ってありがとうございます。どこですか。はい、自分で書きました。チョコペン。チョコペンで。へぇー、すごい、ありがとうございます。今日見てくださってあのいる方もそうですし、やっぱり結婚式となるとこう新郎新婦様のこうゲストへの思いというのを、まあ、シェフがこうお皿に乗せて形にして、それをこうサービススタッフが心を込めてお届けする、まあ、私たちはこうただお料理を作るとかではなくって、本当にチームとしてどう届けるかをすごく大切にしています、まあ、そんなチーム赤金リゾートに大切な一日、またぜひあのお任せいただければなというふうに思います。ということで以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいチームワークで、今日ありがとうございました。ありがとうございました。赤金リゾート京都東山さんでした。おーい、あのサプライズ、すっごい完成度じゃないです。あれもっとじっと見たかったですね。あれね、ちょっとそのまま目の前に欲しかったですね。京都だからちょっと遠いけど、遠い。いやー、すごかった。皆さんありがとうございました。どうでした、寺岡さん。いや、もう私ずっとお腹の音鳴ってたんですけど、大丈夫ですか？聞こえませんでした。もうずっとお腹がぐる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 と鳴っていて、どこの会場さんもすごいこだわりが垣間見えましたね。いや。
なんかすごくあれですね、そのシェフの方もたくさん登場してくださいましたけど、そのただ料理を作るとかただ美味しいものを作るっていうのじゃなくって、ちゃんとこう新郎新婦様だったり、その後ろにいらっしゃるこうゲストの皆さんだったりっていうのをすっごく見ていらっしゃるんだなっていう、なんか結婚式のシェフってすごいなって今日改めて思っちゃいましたね。本当こんなに向き合ってくださるんですね。いや本当すごいと思いました。多分、まあ、今日登場してくださったシェフの皆さんは特にそこが強い、まあ、あの料理っていう色調の皆さんなんですけれども、それでもやっぱりそのチームワークだったり、ね、新郎新婦様ゲストのためにっていう思いがなんか本当伝わったのが良かったなって思いましたね。いや素晴らしい、素晴らしい、全部食べたかったです本当に本当ですね。いやよかった。今日は、Q&A はなしでいいですかね。はい、そしたら、今日いろいろとお届けをしてまいりましたが、あのいろんな式場で無料のご試食会もあったりしますし、あと私たち時花にあの LINE だったり、まあ、メールだったりメッセージをいただければ、あのどこがお料理あなたには合ってるよっていうのもご紹介ができるかなと思いますので、料理が気になる方ぜひぜひお問い合わせをいただきたいなと思います。はい、今日は皆さん遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました、第3弾もお待ちしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。